はい、オイル仕上げができました。6回から7回ぐらい塗り直したと思います。こんな感じでいい木目が出てます。で、この結局この隙間なんですけど、綺麗に貼り付けることができまして、ほとんど隙間なしで、できました。でオイル仕上げがしっかりできると水を弾くので、一度その動画をご覧ください。はい、じゃあちょっと水を弾く実験をしますので、水を出します。こんな感じで水を弾くんです。こんな感じでオイル仕上げがしっかりできると水を弾きます。はい、それでは、ネットの取り付けをしていきたいと思います。で、取り付けの糸に使うのは、僕の場合はフライフィッシングのバッキングラインです。これは30ポンドのバッキングラインです。で、このフレームの外周2周分のラインを出せばちょうどよく、ネットを取り付けることができます。それで、糸を通す際には、革細工用のレザークラフト用の縫い針を使うとやりやすいです。はい、それで縫っていくんですが、まず最初のところはですね、こう通して、で通したら、玉止めのようなものをするんですが、その時はこの糸を、このように固結びのようにして、固結びのようにして、この糸を3回か4回ぐらいくぐらせてください。こんな感じ。これで止まります。で、これでキューッと来て、こんな感じで止まるんで、最初はこうやってやってみてください。はい、そしたら、ネットの方にくぐらせて、で折り返して、で最初のこの穴に戻します。はい、そしたら次の一つ止めれたら、次の穴に移動して、同じことの繰り返しです。感じで穴に1回入れてまた戻すって感じで止めていきます。はい、で最後の、
止めるところなんですけど、最後の穴はこれで、そしたらまあ適当なんですけど、僕もこうやって2個前の穴のところぐらいに戻って、一度穴に通して、でもここのところで肩結びの穴に3回入れるような感じの巻き方で留めちゃいます。こんな感じで留めちゃいます。はい、出来上がりました。ネットをつけるとまた雰囲気が違って見えますよね。すごいかっこいい。今回カリンのグリップ材なんですけど、いい色になりました。こんな感じ。はい、今回ちょっと解説しながら作ってみたんですけども、いかがだったでしょうか。初心者の方でも意外と手順理解して進めれば、それほど難しい作業っていうのはないと思いますので、一度僕の作ったこの動画でもいいですし、ネット上にいろいろ作り方も載ってますので、そちらを参考にしてぜひチャレンジしてみてください。以上になります。ぜひこの動画が役に立ったと思った方がいましたら、チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。最後に、ランディングネットの全体像を、流して終了にしたいと思います。ではご覧ください。